今回はグランロデオのキーアンから質問が来ました。飲食店を開くならどこで開く、またどんな料理を出しますか、という質問をいただきました。そうですね、やはり地元山口県萩市でお店を開きたいと思います。そして料理のお品はですね、メニューは決めないで、その旬の食材ですか、海のもの、そして山のもの、それをベースに、いろいろ考えて、今日はこの料理、こういうメニューありますよ、みたいなことを自分でいろいろメニューを考えて、みんなに出して美味しいお酒を飲んでいただきたいと、こういうお店を出したいと思っております。出した際には皆さん来てくださいね。よろしくお願いします。さて、今回はですね、リレー Q&A なので、僕が福山芳樹さんに聞きたいことを発表したいと思います。いきます。福山芳樹的ラーメンベスト3は、ということでよろしくお願いします。